微算数理工学の4回目の授業を始めていきます。今日はですね、数え上げの基礎の最終回になりますけども、前回、全化式の解き方の基礎という話をしまして、今日は母関数を使って全化式を解くという話をしていきます。ね、母関数を用いて全化式を解けるようになるということをやります。で、はじめに、線形全化式ですね、前回、はじめに扱ったようなものを別の方法、つまり母関数を用いて解くということをまず行います。で、それを発展させるような形で、より複雑な全化式も全化式、母関数を使って解いていくというような話をしていきます。はい。では、前回の最後にですね、母関数っていうのはちょっとやったんですけども、復習をします。母関数って何だったかというと、数列が A0 から始まって A1 点点点と続いていくときに、その数列の母関数といったら、どういうようなべき級数ですよというふうに言いました。べき級数って何かというと、この x の n 乗の前の係数が an で、n が0から無限大まで和を取りましたというようなもので、で、この x は複素数としましょうということになります。はい。で、このようなべき級数は収束しないかもしれないんですけども、今からしていく話では、収束することを仮定しましょう。あるいは、その収束するような x をの範囲で考えていくということになります。はい。ただ、そのような x が必ずあるということを仮定しています。でですね、前回最後にやったんですけども、代表的な数列です。例えば、全部1とかっていうような数列の一般項は1と書けますけども、この場合、母関数は 1-x 分の1になるということですね。で、1、2、4、8っていうのは、これは、等比級数、あ、等比数列ですね。2の n 乗と書けるようなものについては、1-2x 分の1。一般に、その公比が α だったら、アルファの n 乗って書ける数列の母関数は 1-αx 分の1ということですね。あと、等差数列の代表例 n ですね。0、1、2、3、4、5、6というようなものの母関数は、頑張って計算すると 1-x2 乗分の x になるということでした。はい。で、ちょっともう一回強調しておくのは、この考える数列、母関数を考えるときの数列は、係数じゃなくて、素位がですね、素位が0のところから始まるもので考えるということになるので、それは注意をしてください。ではですね、これを使って線形全化式を解いていこうと思います。これ前回も扱った、全化式ですけども、これは2回前の講義のときに、あるグラフの完全マッチングの総数を表すような数列だったということです。で、前回はですね、この全化式を2つの方法を使って解くというのは、一般項を閉じた形で導くということをしたんですけども、今日はこの母関数を用いた方法っていうのをやってみます。だから、どういうことをしたいのかというと、ちょっと戻りますと、この表でですね、前回最後には、一般項の形が分かっていて、そこから母関数を作るってことをしたんですけども、今日やるのはどちらかというと、母関数が先に出てきていて、そこからその母関数を持つ、数列の一般項は何でしょうってことを導くというような方向になるわけです。それをやっていきます。で、どうやるのか。ですね、今から、いくつかのステップに分けて、この方法を示していきます。今考えている全化式これですね。で、ここから、この数列の、母関数を導くんです。導くんです。で、そのためにどうするのかというとですね、まずは、この数列は、n が1の時から始まっていて、都合が悪いんですね。母関数を考える時の数列というのは、素位が0のところから始まるものというふうにしていたので、都合が悪いわけです。と、そういうことがあるので、便宜上、A0 というのを定めることにします。便宜上って何なのかというと、今は、これが、この数列は n が1以上のところでしか定義されてないんですけども、n が0のところでも定義されるようにしましょうということにします。で、そうするとですね、注目したのはどこかというと、この最後の式。最後の式は n が3以上のところでしか n は成り立たないんですけども、この式がですね、n が2でも成り立つと、ちょっと便宜上仮定しましょう。n イコール2の時でも成り立つと仮定します。便宜上仮定します。そうすると、どういう式が出るかというと、n が2なので、a2 イコール a1 プラス a0 という式になるわけです。
まあ、形式に書くとこうですね。で、問題は何かというと、今 A0 が定義されていないわけですね。定義されていないわけです。だけども、今これ便宜上に A0 を決めようと思うと、今 A2 と A1 は分かってます。A2 は、ここに書いてある。ここ2です。で、A1 が1です。ってことが分かっているので、この式が正しいとすれば、まあ、A0 を便宜的に A2-A1 イコール B-1 イコール1と。まあ、これ定めるとはできるわけですね。で、そうすると、で、ここに書いてある、人化式は問題なく成立することになります。問題なくっていうのはどういうことかっていうと、今言った通り、まあ、A0 を1とすると、この全化式自体は、n が0の時が1、n が1の時が1ですね。で、n が2以上の時にこの式を目指すという形に、まあ、書き換えられるわけです。で、これによって、この上のですね、全化式で定められている A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7 っていう、この数列は、まあ、下の数列でも同じ値を取るわけです。上の数列の A1、A2、A3、A4、A5 っていうのは、下の数列の A1、A2、A3、A4、A5 と同じものということになりますね。ということなので、まあ、この下の全化式で定義される数列の一般項を考えていきましょうということを今からするわけです。で、そうすると、A0 が定義されますから、母関数を考える土台ができたということになります。ではですね、次に何をするかというと、母関数っていうのは、ちょっともう一度定義を思い出すと、こういう場だったわけですね。なので、まあ、ここに書いてあるこの部分ですね、このシグマの中身をまず作りましょうということをしようと思います。で、そうするとですね、先ほどの全化式の n が2乗の時の式がありますけども、まあ、この両辺に x の n 乗っていうのをかけてあげると、ここですね、その先ほどの母関数の、シグマの中身ができるということがわかります。で、まあ、右辺はそのまま同じように作ってあげると、この各項に x の n 乗をかけてあげるという形でこういうふうにできます。で、そうすると、この左側の部分っていうのは、なんか母関数に近づいてきたなって感じはまあするわけですね。で、一方で注意しなくちゃいけないのは、この、全化式のこの部分っていうのは、n が2以上の時にしか成り立たないわけです。だから今からですね、この式を使って級数を作ろうと思うんですけども、つまりその和を取るわけですね。こんな感じで。和を取るんですけども、この和を取れるのは、n が2からしか取れないということになります。ですか。この式を n が2から無限大なのが起きます。そうするとこの左辺が出てきます。で、同じことを、右側にもして、つまり、各項の、n を、n、2から無限大まで和を取ったものを作りましょう。で、そうすると、まあ、ここまで、書き換えられます。で、ここまでは、こう正しい等式が得られているということになります。そうすると、この左辺っていうのは、すごく、あれですね、母関数の見た目に近くなるんだけども、まだ母関数じゃないわけです。母関数も書くと、この n が0から無限大までという式なので、この始まりが違うわけですね。どこから始まるか。今、まあ違うわけです。で、これちゃんと揃えたいということを今からやっていきます。じゃあ、この母関数のことを、ax と書くことにしましょう。今から ax と書いたら、この和を出すと。で、この母関数と今、さっき習われているものは違うんだってことが重要です。で、今、できた式はここにあります。で、この左辺と右辺を、今考えているこの母関数を使って表しましょうってことをやっていきます。で、まずこの左辺の方からやっていきます。左辺の方は今、どうなってたっていうと、これ2から n が始まっているので、それを0から2に変えたら、ここの部分には、この和の部分には、上の左辺に、入っていない項が2つあるわけです。それは n が0に対応する項と n が1に対応する項です。なので、それを、引いてしまえば、書いてある左辺と等しい式が得られるわけです。ですか。で、そうすると、この前の部分は、前の部分が、これは、母関数なわけです。今、A0 は1、A1 は1だっていうふうに、全化式で定義していました。ということから、この式を書き換えると、AX-1-X になります。これが上の式の左辺になります。ではですね、右辺の方はどうなるのかということを見ていきましょう。右辺の方を同じように考えたいんですけども、これいろんな考え方があって、まずですね、この
A のところの数字が、初めの方は N 引く1、後ろの方 N 引く2から始まってますので、まあ、それを揃える、それ A っていうのは、それを N から始まるように、これは書き換えています。どういうことかというと、それを N から始まるように、数字を1つずらすと、前の方は N が1から始まるように割りになって、AN の引く1は AN、X の N 乗は XN プラス1乗になります。いいですか？後ろの方も AN 引く2の N 引く2という数字が AN になるように、数字を動かすと、N を動かすと、もともとは N が2から始まっていたところが、N が0があります。で、X の N 乗が X の N プラス2乗になるという形になります。ここまでいいですか？そうしたら、今この XN プラス1乗とか XN プラス2乗っていうのがあるんですけども、これをちゃんと、もう一段書き換えてあげましょう。どうします。で、どういうことかというと、この X、n プラス2乗っていうのがあったら、この2乗の部分を前に出します。こんな感じですね。そうすると残るのは、この部分になるということになります。で、前のところは、もう少しなんか複雑なことをやっていて、これ複雑なことをやっているのを、1段でやってるので、あんまりよろしくないんですけども、よろしくないので、もう少しちゃんとやろうとするとどうなるのかっていうと、ちょっとこれちゃんとやりますね。すいません。もともとのこの式ですね。この式は、n が1から始まっているので、先ほどのこの左辺のと同じように、n が0から始まるように、まずしてあげましょう。n が0から無限大の、a の n の x の n プラス1乗。で、n が0の時を足しているので、これを引いてあげると、a0x というのが出てきます。いいですか？で、そうしたら、今、この、プラス1乗の部分ですね。これを、前に出すと、xn イコール0から無限大までの anx の n 乗をマイナス a0x と。こういう形になります。ですか。で、最後に書いてるのは、この x をくくり出して、この式。ということになってます。いいでしょうか。で、そうすると、この部分ですね。これ、めでたく、母関数が作れましたということですね。a0 は1でした。ということを代入してあげると、最終的にこれ全体は x×ax-1 プラス x2 乗 ax という形になります。これが右辺ですね。これが右辺を、母関数を使って書いた形になります。で、これが等しいわけです。この左辺。これが等しい。有識者作りましょう。それが次のパターンですね。あ、これを書き換えただけですけども。で、これを、等しいとして、ここから ax が何であるかわかります。ax に関して解くという言い方してもいいかもしれませんけども、そうすると、ax イコールという形の式が得られて、こうなりますと。x の2乗プラス x マイナス1分のマイナス1というのが ax になります。これで、この数列の母関数が得られたということになります。ここまでが、初めにまずちゃんと行えるようになるべきことです。よろしいでしょうか。この場合は、まあ、AX というのが、X の有理関数として表現できたことになります。で、ここまでできたら、あとは何をしなくちゃいけないかというと、もともと AX というその母関数はどう定義していたかというと、n が0から無限大までの AN の X の順ですね。だから、何をしたいのかというと、今ですね、このように AX という母関数が有理関数の表現できたんですけども、これをベク展開するわけです。べき展開すると、こういう形になって、その各、項の係数が、この数列として出てくるということになります。なので、このべき展開をしたいんですね。で、まあ、それの方法はいろいろとあるんですけども、まあ、ここでは、部分数分解という方法でやっていきます。これ有理関数だから、それができます。で、それをやっていこうと思います。この係数展開を導きます。で、まあ、ここでは有理関数なので、部分数分解をやりましょう。で、まあ、部分数分解皆さん知ってると思ってるんですけども、どうするかっていうと、まず、まあ、これはっていうのか、ここの有理関数は、分母が2次式で、分子が0次式なので、まずその分母イコール0っていう式ですね。だから、x 二乗プラス x マイナス1イコール0。っていう、まあ、方程式を解いて、x 求めます。まあ、これはこう言いますね。
微分のマイナス1プラスマイナスルート5になりますので、そうすると、これ、微分分数分解をすると、こういう形になると、この解を使って、こうかけると。で、この分子が分かるという形になります。今、この分母が、一次式なので、分子は0次式と。だから、この A と B っていう、まあ、定数があるんですけども、これが定まると、この微分分数分解が分かる。で、この A と B を定めてあげると。で、まあ、これもいろんな方法があるんですけども、まあ、いろんな方法を使って導いてあげればよろしいということになります。まあ、こういうの皆さん多分よくご存知ということなんですね。まあ、ちょっと実際やってみるとこんな感じになる。まあ、いろんな方法あると思うんですけども、まあ、今、ちょっと、この2つの解をいちいち書いていくと大変なので、アルファ1、アルファ2を置くことにします。で、そうすると、まあ、これですね。これ先ほどの式ですね。こういうふうに書けるというふうに言ったものです。で、この、じゃあ、両辺に、この x-α1、x-α2 にかけてあげましょう。で、そうすると、こういう式ができます。いいですね。で、まあ、この x を α1 に近づけると、ここが消える。x を α2 に近づけると、これ、ここが消えるってことがあるので、まあ、それをやってあげる。まあ、ちょっとこれ、任意の x で何かすと言ったっていうのは、ちょっとあんまりよろしくないと思うんですけども、まあ、その x を α1 に近づけると、この式が、ここから得られます。で、x アルファ2に近づくと、この式が得られます。という形で、この A と B は、この2つの式から、それぞれ定まります。ね、だから A は α2-α1 分の1で、まあ、これ、ここから計算してあげたり、まあ、いろんな方法で計算できると思いますけど、これ計算すると、ルート5分の1、B の方はマイナスルート5分の1というふうに計算できて、これで、部分分数分解できましたということになります。ということですね。だから、AX というのは、こういう形で書けると。先ほどのこれ A、B がここに来てます。ですね。そうすると、今ですね、ここに、X-α1 分の1っていうのがあるんですけども、まあ、これは書き換えてあげるのが今から実際にやるんですね。こういうふうに書き換えてあげましょうと。こんな形ですね。こんな形に書き換えました。で、そうすると、何がいいかっていうと、この後ろの部分、この、X に関する有理関数っていうのは、どのように微分解されるのかということを我々は知ってるんですね。で、どう知ってるかっていうと、初めの方にお見せした母関数の表がありましたけども、その逆関変換ができるようになります。どういうことかっていうと、これはですね、X の n 乗の係数が α1 分の1の n 乗であるような、級数としてかけると、この部分ですね。この部分を同じことです。で、後ろの部分もそうですね。この1マイナス α2 分の x 分の1というのが、ここの和と等しいということになるわけです。ですか。で、そうすると、これで AX が微分級数展開できたという形になります。もう少し整理しますと、まあ、こうなるということですね。x の n 乗の係数がこれですよと。だから、これが、つまりこの場合、AN になる。ただ、これで一般項、求まりましたということになります。したがって、任意の0以上の n に対して、AN はこの式で導かれましたということになります。はい。よろしいでしょうか。こんな形で、線形全化式解くことができます。じゃあ、より複雑な全化式をちょっと解いてみましょう、ということをやってみます。これを解いてみる。で、線形全化式ではないんですけど、まあ、この部分、後ろの部分についてはなんか、まあ、線形じゃないような形について、これ解いてみる。まあ、これもなんか、いろんな方法で解けるとは思うんですけども、ここからは母関数を使うような方法で解くという話をしてみたいと思います。そうすると、先ほどのその、方法に従って、まずこの数列の母関数を導くってことをするわけです。で、まず、まあ、これ直感ですね。そうかそうか。ですね、まあ、皆さん、解く前にですね、こういう数列とか、まあ、全化式があったら、そういうものがどういう振る舞いをするのかってことを小さな例で確かめるってことは、実際に初めにやっておいた方がいいと思います。で、そうすると、これ実際、まあ、n が1のときは3で、n が2のときは、これ実際計算すると9になって、n が3になって20になって、こんな感じになって、なんかすごく単純な一般項が出てきそうなんだなって気が、まあ、するわけですね。
で、まあ、実践するに導いていくんですけども、まあ、それの確信が本当に正しいのかどうか。ってことを、初めにちょっと見ておくと、ですね、闇雲に一般校を求めてですね、最終的にこうなんか出てくるんですけども、それがですね、本当に正しいかどうかってことを、ただ、まあ、ある意味、検算する。とか、まあ、何かそういう意味で確認する。その明らかに間違っているんではないってことを簡単にチェックする方法を持ち合わせていた方がいいと思うんですよ。で、そういうものは、こういうふうに小さな場合の値を計算しておけば、できるようになります。ので、ぜひ、それはですね、初めにこういうものがなんかあったら、小さなところでどうなるのかってことは、まず考えておくってことは重要だと思います。で、まあ、なんか、なんでしょうね。なんか3の n 乗っぽいかなっていう感じが、まあ、するんですけども、これ本当かなということを、ここからは母関数を使って確かめていきます。で、先ほどと同じように、まず便宜上 a0 を定めます。で、これ元々の全化式ですね。で、まあ、この一番下の式ですね。一番下の式を見て、これが n が1でも成り立つとすると、A1 イコール 4A0 マイナス3の1マイナス1ですね。1乗。で、0乗ってのは1だから、4A0 マイナス1と、こうなるわけですね。で、A1 は上から3って書いてありますね。ここですね。で、そうすると、何がわかるかというと、A0 を1とすれば良さそうかなという気がします。ので、まあ、そうしましょう。だから、まあ、A0 を1とする。で、そうすると、この上の全化式っていうのは、n が0の時に1から始まる全化式と書き換えられるということになります。いいですか？で、これ考えていきましょう。で、次に、母関数を作ります。そのために両辺に x の乗をかけるんだけども、この式は n が1以上のところで成り立ちます。それもまた重要ですね。で、x に n とかけて和を取ります。で、和を取るんだけども、n が1のところからしか始まらないということになります。今ちょっとですね、ちょっと横着して、こんな書き方してますけども、これは、n が1から無限大までというのと同じ意味と思ってください。すみません、ちょっと横着してますね。はい。で、ここまでできまして、で、これで、左辺と辺がどのようなものになるのかということを母関数を使って書き換えることにします。じゃあ、母関数を ax と置きましょう。はい。で、やっていくんだけども、じゃあ左辺はどうかというと、左辺は、この、数字が1から始まっているところだけが問題なので、それを0に合わせると、A0 を引いてあげれば等しくなるということになります。A0 は1でした。から、マイナス1が出てきて、前の部分は今、母関数ですから、AX。という形になります。これが左辺ですね。じゃあ右辺の方どうかというと、右辺の方の変形も大変だったんだけども、さっきと同じような形でやっていくとしましょう。そうしたら、この n マイナス1の部分を n に合わせました。そうすると、これ n0 から始まることになります。で、後ろの方もですね、和を取りやすくするために n が0から始めるようにして、そうすると、これ3の n 乗 xn プラス1乗になります。で、先ほどと同じように、この n プラス1乗の1乗の部分を前に出して、くくると、くくってなかった。で、4も出してます。4も出して、下げて、くくると、こんな感じになると。作ってないですね。前の部分、ここは母関数ですね。部分母関数。で、後ろの部分何かというと、これは、これ、an が入ってないんです。ですので。だから、この和っていうのは、直接計算できて、これは、3x の n 乗だから、この中 3x を、公比とする等比級数なわけです。だから、それは1マイナス3分、あ、1マイナス 3x 分の1で、前に x がありますから、x かかってくるという形になります。で、この形で、この形で、右辺、前の右辺は、ax を使って表せましたということになります。だから、この左辺の値、式と右辺の式が等しいという形の関係式が得られたということになります。で、そこから ax を導きましょう。今、得られた関係式ですね。で、ここから AX イコールの形を作るわけですけども、まあ、これは頑張ってやってもらうと。で、まあ、やってもらうと、この形でできますよ。いいですかね。
で、実際はですね、この後ろの部分もっとこれ簡単になりまして、まあ、ここもなんか、まあ、部分分数分解っていうんですね、まあ、してあげるんですけども、まあ、部分分数分解をするという形じゃなくて、通分するというのがここでやってます。で、通分するとこうなります。後ろの方の分母に合わせるように、後ろの方の分母に合わせるように、前の方の分母に1マイナス3ずつかけてあげると、等しくするためには分子にも1マイナス3ずつをかけてあげましょうという形になります。で、そうすると、この分母が揃いますから、いわゆる通分になっていて、まとめられます。そうすると、1マイナス 3x マイナス x なので、分子は1マイナス 4x って言います。そうすると、この1マイナス 4x が、なんていうかね、相殺されて、相殺されて、1マイナス 3x の1という式が出てきます。で、そうすると、なんかこの ax というのはすごく簡単な式で表れる。嬉しいですね。やりましたね。で、そうすると、AX が X の二次関数として表現できたので、あとはべき係数展開を求めてあげればいいということになります。で、これはまあ簡単な式なのですぐに分かると。何かというと、これは、一番初めの表によると、なんだっけ、AN が、ちょっと書き方が入ってない。AN がアルファの N 乗だったときには、母関数は1マイナスアルファ x 分の1になって、こういう形があったので、これアルファがこの3の場合になったんですね。ということで、まあ、それを思い出すと、こうなるということがわかると。つまり、一般項は3の N 乗です。ということになります。よろしいでしょうか。まあ、この例では、この係数展開の部分がすごく簡単だったので、まあ、この係数展開に導く部分はそんなに苦労なかったですけども、まあ、もっと一般的な場合には、難しい場合もありまして、まあ、その時はもっと苦労があるかもしれないということになります。ちょっとそういうような場合を見てみましょう。というのが次の例になるはずで。はい、これですね。これはどういう例かというと、このまた全化式で AN が、N が0の時には1で、N が1乗の時はこの式。っていう全化式ですね。で、これ一般項を求めてみましょうということになります。で、これもまず直感、すみません、こんな感じですね。1、5、19、4,197。何でしょうね。よくわかんないなって感じがしますけども、まあ、こういう数列だったんですね。で、この数列の一般項を今から全化式を解くことになって、求めるんですけども、そこで母関数を使いましょうということになります。で、この例はですね、先ほどまでの例とちょっと違うのは何かというと、この数列自身、N が0から始まってます。今まではですね、n が1から始まっていたので、n が0の場合の値っていうのを電義的に決めるという必要があったんですけども、この場合、この例の場合にはそういう必要はないわけです。だからすぐに、母関数 ax を作るところに進んでいくということになります。から、n が1以上のときにはこの式に成り立っていますので、両辺に x の乗を書きましょう。書きましたね。この感じですね。で、和を取ると。で、和を取るときは、n が1以上のところでしか作れません。そうですね。こういう形になります。で、これの、左辺、等辺を母関数を使って表現していきましょうということをするわけです。じゃあ、母関数を ax と書くことにしましょう。母関数を使って左辺、等辺を表す。今、この式は前の式、左辺の式と同じです。じゃあ、この左辺、まず考えましょう。で、左辺の方は、なんか同じようなパターンでずっと続きますけども、n が1から始まってますので、n を0から始めるようにすると a0 を引けばいい。a0 は1なので、全体は ax-1 になります。いいですね。で、右辺の方どうかというと、右辺の方も同じようにするわけですね。で、そうすると、ここの数字、また n から始まるようにしてあげると、これは、n が0から始まるようになります。で、後ろの方も n が1から始まってるんだけども、それを n が0から始まるようにすると、n が1個ずれますから、2n プラス2かける x の n プラス1乗になります。いいですかね。で、これはいろいろとちょっと厄介なんだけども、じゃあ、考えていきますね。で、整列とこうなりますね。これバラバラにしてます。xn プラス1乗の1乗の部分は前に出して、3も前に出してあげるというような形になってますね。で、2n のところ、ここですね。x プラス1乗、n プラス1乗のプラス1も前に出てます。で、後ろの部分2がここですね。って形になります。で、そうすると、ここは母関数です。で、この部分、ここは an が入っていないんです。だからこれは n の母関数
N の母関数は前の表にあった通り、まあ、覚えてないと思うんですけども、私も覚えてないんですけども、それは前の表を見てあげれば、それは何だかわかるということになります。で、この部分、これは1の母関数です。まあ、これも前の表を見てあげればわかる。まあ、あるいはこれは割と簡単に計算できるかもしれない。って感じで、それを入れてあげると、はい、それを入れてあげると次のページになって、こういう形になります。これが L の母関数で、書けない感じだ。もう順がむちゃくちゃですね。L の母関数で、これが 1-x 分の1が1の母関数と。1という数列の母関数ですね。はい。になります。整理するかな。整理しましたね。これを先ほどと同じようにちょっと通分して、後ろの2つの項を整理しましょう。そうすると足しますと、こんな感じになって、ちょうどこの 2x の2乗が 2x-x で消えて、2x だけ残るという感じになります。ですかね。で、これが右辺です。で、今求まった右辺、先ほども求めた左辺がありまして、これを並べて ax イコールの形に持ってきましょう。で、持っていくと、こうなると。いうことですね。これの整理はここでは行わないと思うんですけども、で、こういう形で ax が何なのかということが導きました。いいですか？で、そうすると、あとやらなくちゃいけないのは、この ax の級数展開を求めるということになります。で、そうすると、この、まあ、これ部分分数分解したいんですけども、まあ、前の部分はもうすでに離れているので、この後ろの部分の部分分数分解してあげるということになります。で、気をつけなくちゃいけないのは、1-x が2乗で出てきているということです。で、こういうふうにこの何とかの2乗とかです、3乗とかが出てきているときには、この部分分数分解を行うときには、これ注意が必要になるわけですね。で、どういうふうにするかっていうと、これもいろんなところでやってるかもしれませんけども、もう一度復習と思ってやると、何かっていうと、このまあ後ろの部分の部分分数分解をしたいんですけども、1-x2 乗ってことがあったときには、1-x と 1-x2 乗っていう両方をこの分母として考えるということになります。で、また 1-3x もあるので、1-3x を分母に持つ部分もできます。ですか。で、そうすると、分子の部分は、分母よりも一つ次数が小さいものになるようにするので、1-x に対しては a っていう0次式、1-x2 乗に対しては bx という1次式、1-3x に対しては c という0次式を考えるということにします。で、この abc を定めてあげるということになります。で、これはまあ先ほどと同じような形でいろんな方法でできるんですけども、まあ、それやってあげるということになります。そうするとですね、注意しなくちゃいけないのは、何だっけ。X に1を近づけたり、X を3分の1に近づけたりしたいんですけども、その2つだけだと、2つしか式ができないので、A、B、C で3つとも、定めることはできません。まあ、これは、分母払った形ですね。分母払った形。で、まあ、もう一つ、別の x も考えてあげなくちゃいけなくて、まあ、ここでは x0 というのを考えています。はい、そうすると、まあ、a, b, c に関する連立方程式ができます。あとは、この連立方程式を、解いてあげれば、この a, b, c が定まるわけです。今はですね、このなんか x を0、1、3分の1にしてますけども、これは別に、まあ、何でもいいというか、C 性はあるわけです。まあ、好きなものを選んでください。ただなんかこれ、0、1、3分の1を選ぶと式が簡単になりそうかな、連立方程式が簡単になりそうかなと思ってこれを選んでます。あ、連立方程式が簡単になりそうというのと、連立方程式を導くのが簡単になっているというのがありますね。で、実際今解いてあげると、これがやる。まあ、これは、いろんな方法でやってください。はい。で、これによって、この部分分数分解ができるということになります。はい。で、従って、このですね。今の部分分数分解これが分かって、で、1-3x の1っていうのが、ここへ今共通してあるので、まとめましょう。まあ、こんな感じになると。
その係数が微分の5になります。ということですね。で、そうすると、今、ここで、その微分数分解ができたので、この、級数展開を導くっていうのをやってあげる。そうすると、このまあ1マイナス 3x とかですね。1マイナス x。まあ、ここら辺はよく知ってると。で、実は、このマイナス1マイナス x 乗分の x っていうのを実は知っているっていうのを、初めの方にあった表を見てあげるとわかるということになるわけです。で、それを見てあげると、確かにこうなんだなと。とかですね。もう一度言うと、ここの、1マイナス x、2乗分の x っていうのの、は、n の母関数であるということですね。はい。それ使ってあげるという形でこうなりますので、これ x の2乗で全体、一つの和としてまとめてあげると、こうなりますですね。ということで、これが、この係数が an になって、一般項が止まりましたということになります。はい。従って、任意の0以上の n に対して、an は2分の 5×3 の n 乗マイナス n マイナス2分の3という形になります。よろしいでしょうか。で、もう一度言っておくんですけども、今ですね、こういうものが、自分の計算で、求めたら、はじめにその手で計算した、a1 とか a2 とか、あるいは a0 に、ちゃんとこの式の値が、一致するのかってことを確かめるとよろしいです。確かめた方がいいと思います。で、そうするとちゃんとその手でやったことが、まあ、なんだろうな、自明に間違ってるわけではないということぐらいは確認できます。なので、まあ、それはやっておいてください。はい。よろしいでしょうか。次に、今ですね、母関数が収束するってことを仮定していたんですけども、じゃあ母関数収束しなかったらどうするってことをちょっと話します。例えばですね、こういう変化式があるとしますね。まあ、これも n が0の時から始まってますけども、n が1の時、こうなっている。で、これもですね、母関数を使って解きたいなというふうに思うんですけども、残念ながらですね、これ、先ほどのように母関数を作ると、その母関数を収束しないんですね。これ、この級数が収束しない。で、実際、どういうことがわかるかというと、n が1乗の時に、まあ、この式に成り立ってますね。書いてますね。で、そうすると、これ n が1乗なんで、この 3n マイナス2っていうのは、n マイナス2、これ必ず正です。ちょっと、不等号曲がったんで、書き直すと。これ必ず正です。必ず正です。ってことは、これは、nan マイナス1よりも真に大きいということになります。ですね。で、そうすると、この比を取ってあげると、これは、n×x の絶対値よりも真に大きい形になって、この右辺がですね、n を大きくすると、無限大に行っちゃうわけです。まあ、これ収束しないということになります。困りましたね。で、そうすると、じゃこの、数列の一般項を母関数を使って求められないんじゃないかとなって、まあ、この母関数の使う方法っていうのはそんなに使えないなって形になって、まあ、困っちゃうかなって気がするわけですね。ただですね、ここでですね、一つの救世主が現れました。何かっていうとですね、この数列自身を変形するっていう技を使います。技というか考え方を使います。どうするかっていうと、an の代わりに bn としてこういうものを考えましょう。an を a の代わりでやってあげる。そうするとどうなるのか。で、この bn の母関数を考えます。で、bn が分かれば an も分かるわけです。何かっていうと、an というのは bn かける a の代わりで分かるんですね。だから bn の一般項が分かれば an の一般項も分かるという仕組みになっています。で、bm の方を考えてあげましょうということにします。で、今ここに書いてあるのはこれですね。この bn の、これが今、四角が起きているのは何かと、ここですか。bn の母関数を考えましょうということをします。でですね、これは an を使って書くと、ここに書いてあるような形になるわけですけども、こういうその bx を、ここに書いてあるように、この数列 a の指数型母関数ということがあります。先ほどまでの、この普通のべき級数は通常型母関数ということがあるんですけども、この上の方は指数型母関数、あ、上の方はこっちですね。n の限りで割ったものの方は、指数型母関数ということがあります。で、
これは収束するんですね。先ほどの例の場合では。なので、こっちを使いましょうということになります。で、実際今の例、この例題さんの場合、どうなのかっていうと、これ書き換えてあげると、そう書き換えてあげると、こうなります。何かっていうと、BN をこのように置きますということですね。だから、両辺を N の階乗で割るわけです。で、ちょっと注意しなくちゃいけないのは、0の階乗は1ですね。はい。だから、N が0のときは4のままです。1の、0の階乗で割っても、4のままですね。で、AN を N の階乗で割ったら BN になるんですけども、この下の式は、これ、割ったものをそのままここに書いてますね。そうすると、初めの式、この部分はどうなるのかっていうと、この部分が、AN-1 を N-1 の階乗で割ったものですね。だからこれは BN-1 になります。ですか？で、他の部分、3N を N の階乗で割ったものは N-1 の階乗分の3。で、後ろの部分はマイナス N の階乗分の2。という形になるわけです。いいですか？という形で、数列が書き換わりました。BN という数列を考えるということになりました。で、BN の母関数を作りましょう。ということを考えていきます。で、そうするとこうなりますね。先ほどと同じように、x の n 乗を書きますね。で、こうなると。で、n が1のところ、n が1以上のところで和を取ると、この式が得られるという形になります。で、この左辺と右辺を実際、この BN という数列の母関数を使って表しましょうということになります。で、母関数、今、bx だというふうに置くと、今、これは元々の式ですけども、その左辺を見てみると、左辺これですね。左辺は、n が1から始まっているので、0から合わせると b0 に引けられる。つまり、これは bx-4 になります。左辺は bx-4 になります。はい。じゃあ、右辺はどうでしょう。右辺の方は、ややこしいんですけども、一つ一つ見ていくと、まずですね、初めのところ、これ、n が1から始まっていて、この数字が n-1 から始まっているので、それを n に合わせると、n から0、n が0から始まるということになります。で、そうすると、x の n 乗は x の n プラス1乗に変わるということになります。で、次の項も、n が0から始まるようにしてあげると、それは、n-1 が n。n が n プラス1になる。こういうふうに書き換わります。よろしいですか？で、後ろの部分は、これも n が0から始まるようにしてるんですけども、ここでは、n を0から始めることにしたら、これは、n が0の場合をここに足すというふうにしました。で、そうしたら、その n が0の場合のものを引けばいいので、0の階乗分の2を引いてあげてるという形になってます。ですか？で、そうするとですね、ここら辺に、で、そうするとですね、これはすごく、BN の母関数に近いんですね。で、後ろの方なんかよくわかんないものが出てきてると。よくわからないものが出てきてるんだけども、テイラー展開とかマクローリン展開っていうものがあったんだってことを思い出すと、これですね、n の階乗分の1の x の2乗の和っていうのは実は e の x 乗だったんだということが成り立つということがありました。いいですか？なので、それを使ってあげるとどうなるかっていうと、例えばですね、この後ろの部分。これは、2を前に出すと、n が0から無限大までの n の階乗分の 1x 乗という形になるので、この後ろの部分がちょうどこれに等しいということになるわけです。だからその部分がこの2の ex 乗という形で出てくるということになります。いいですか？で、同じようにしてあげると、この真ん中の部分っていうのは、3と x の1乗っていうのを前に出してあげると、他の部分っていうのは e の x 乗になります。いいですか？ちょっと見いいですか？で、前の部分は n プラス1乗を前に出して x かける b の x という形になるわけです。で、このような形で、右辺の方も、この母関数である bx を使って書けましたということになります。で、我々が知っているのは bx-4 と右辺が等しいということです。で、そこから bx が何であるのかと導きましょうということをします。で、そうすると、計算、ちょっとこれは端折ってますけども、してあげると bx というのはこのような形になりましたと。そうですね。
で、この指数型母関数を使うと、ちょっとまあ困ったというか、まあ、困るわけじゃないんだけども、こういうことが起きるというのは何かっていうと、この、式がですね、有理関数になるとは限りません。まあ、もちろん、通常型母関数でも有理関数になるということですね、保証されるわけじゃないんですけども、この例が、じゃこの例では、しましょう。この例では、ここに出てきている、BX の格好っていうのは有理関数ではなってます。だから、まあ、先ほどのような話で、まあ、無限分数分解をしてあげれば、級数展開が求まるんだというような単純な話になるわけではないんですけども、まあ、その X の関数になっているので、で、しかも今、まあ、収束するとしているので、べき級数展開が、まあ、あって、それを、まあ、求めればよろしいという話にはなるわけです。で、それを次にやっていきます。で、どうするのかってことですけども、まあ、E の X 乗は先ほどのテーラー展開に見るか分かるんですけども、ここら辺ですね。ここら辺困っちゃうって感じですね。だけども、ここら辺困っちゃうんだけども、一個一個の部分ですね。この積になったけども、一個一個の展開は分かるんですね。だから、まあ、それ書いてあげましょう。と思います。こんな感じになりました。一応、ちょっと文字を分けてですね。前のところは K を使って、後ろは L を使って書いてるという感じになっています。ですね。で、まあ、ここからどう見かしたいんですけども、この真ん中の部分はですね、ちょっとここのところをうまく整理したいんですか、多分。で、こんな感じで書きますね、ということを書いています。で、これはどういうふうなことを言ってるのかというと、これは、何でしょうね。今は、この前の部分は、K が、0からと L が0からっていうのを、書いていって、それのこう積になってるわけですね。で、そうすると、これ、普通に、だから、ちょっと、この赤の部分を、ちょっと書いてみると、これは、シグマを使わずに書くと、どんな感じかっていうと、X の0乗プラス、X の1乗プラス、X の2乗プラス、X の3乗プラスっていうのが、前の方になって、後ろの方は、L の階乗分の 1x の0乗プラス、1の階乗分の 1x の1乗プラス、2の階乗分の、2の階乗分の、何じゃない、1ですね。1の x の2乗プラス、3の階乗分の1の x の3乗プラス、点点点。こんな感じになってるわけです。こんな感じになってるわけです。で、そうすると、これ、その積を作ると、この、x の何乗っていうのがたくさん出てくるんですね。たくさん出てくるわけです。たくさん出てくるわけです。で、だから、ここに出てくるのは、そしてなんか計算すると、x の0乗の前に何か係数があるもの、プラス x の1乗の前に何か係数があるもの、プラス x の2乗の前に何か係数があるもの。だからこんな感じになるわけです。だから、これもその、こういうふうにその、べき級数みたいな形になったわけです。で、問題はこの四角が何なのかっていうと、なんですね。四角が何なのかっていうこと。で、じゃあ、例えば、この x の2乗の係数のところ、何なのかっていうことを考えると、じゃあ、x の2乗はどのようにして、この2つの部分の式から作られるかっていうと、前のところから x の0乗を持ってきて、後ろのところから x の2乗の項を持ってきて、これをかけると、x の2乗の項ができます。で、他にも x の2乗の項の作り方があって、それは前から x の1乗を取ってきて、後ろから x の1乗を取ってくる。そうすると、これかけると、またこれ x の2乗の項ができるわけです。x の2乗の項ができるペアですね。で、まあ、前から x の2乗を、後ろから x の0乗の項を取ってくる。まあ、これでもできるわです。そうすると、x の2乗の項の係数がどうなるかっていうと、ちょっとこの部分を書いてみると、この端、この、これですね。ここのところから出てくる係数は、0の階乗分の1です。で、2つ目のところから出てくる係数は、プラス1の階乗分の1です。で、3つのところ、ここから出てくるのは、では2の階乗分の1になるわけです。いいですか？いいですか？で、こんな感じで、この、次数のところ、これ今 x の乗ですよね。この次数のところ、ちょっと色変えた方がよかったかな。色変えたいですね。この次数のところ、この2乗が、この2の階乗分の最後に来て、初めは0の階乗で、まあこれ決まってるんだけども、こういうような和っていうのが、
この X の N 乗の係数としているということになります。つまり何かというと、ちょっと、X の N 乗の係数、ここは何かというと、K の階乗の和なんだけども、K は0から始まって、K は0から始まって、N まで続く。ここです。N まで続くという形の和になって、この X の N 乗の係数が決まるという形の展開ができるということになります。いいですか？ちょっとややこしいかもしれないんですけども、まあ、冷静に考えればわかると思います。いいでしょうか？という形で書けたんだけど、そうすると、この今この黄色で書いてる、この部分っていうのは、まあ、このままにちょっとしなくちゃいけないんだけども、いずれにせよ、この XN 乗の和という形ですね。これ全体がですね。という形で書けるようになったので、これでまとめられるということになります。まとめるとこうなります。で、これによって、PN というのがこういう形で書けるんだということが分かったということになります。いいですか？まあ、なんかここの部分もちょっと割れ残って気持ちが悪いんですけども、まあ、これで一応その式としては書けてるということになりますね。で、BN が分かったので、ここから AN も分かったということになります。もともと BN というのは N 階乗分の AN だったので、 AN は BN かける N 階乗。だから、それで戻したけど、これが得られると。だから、AN というのは、6N の階乗プラス、この和、マイナス3という形で書けるということになります。よろしいでしょうか？まあ、だから、この実際ですね、この AN っていうのは、AN の階乗に比例するぐらいの速さで、大きくなっていくわけです。で、N の階乗っていうのは、その指数関数よりもすごく早く増加するわけなので、通常型母関数を作っても、収束しないということは、まあ、この最終的な形を見ても、まあ、わかるということになりますね。はい。よろしいでしょうか。では、最後に。最後じゃなくて、次、最後にですね、カタラン数の話をして、カタラン数も、この、母関数を使って導こうということをしてみたいと思います。カタラン数をちょっと復習するとこうでした。自然数0以上の n に対して、大 n カタラン数といったらこういう式で得られるものでしたということでしたね。n プラス1分の1かける2 n キューブ n というものです。で、まあ、これはいろんなものを数え上げているような数列だったんだということを初回、第1回に紹介しました。で、もう一度その3つが何だったかということを紹介します。はじめは、この入れ子状の括弧列で、2n 個の括弧の列で入れ子状になっている。入れ子状というのは左右の階が増えたんですね。こういうものがあったということです。はい。で、2つ目の組み合わせ解釈として、説明していたのは、全二分岐の総数です。順序付きラベルなし全二分岐の総数というものでした。で、三つ目。今日特に使うのはこの実駆動です。実駆動っていうのは、格子動なんだけども、この、まあ、00から NN へ向かうときに、この対角線の上だけを通っていくもの、下側を通らないものですね、の総数のことを言いますということです。で、今からやるのは何かっていうと、カタラン数がどういう順化式を、まず、だから、今からやってない。なんでか、何をしたかっていうと、なんでこのカタラン数っていう数列がこれらの数をちゃんと数えるのかってことを説明したい。で、そのためにカタラン数の順化式を導出します。で、今からやるのは、この実駆動を使って、実駆動のその総数っていうのはなんでカタラン数になるのかってことを、まずその実駆動を使って、カタラン数が、てか、まあ、実駆動の総数が満たすべき全化式というのを導きます。で、それを今からまずやって、その後で、その、全化式を解くというのを母関数を使ってやるという話をしていきたいと思います。で、先にですね、導きたい全化式というのを紹介します。で、それはここになります。何かというと、n が0の時には1であって、 n が1以上の時にはこういう、形で書けるとですね。これ何なのかというと、まあ、下に例があって、例えば n が1の場合、c1 がどう書けるかというと、n、えーと、
n が1なので、i が0から0までになります。で、i が0ですね。c0 かける、n が1なので、1マイナス0マイナス1。だからこれ0になります。という形で c1 は c0 かける c0 という形で書けて、c1 は1になります。いいですか？で、じゃあ c2 はどうなるかっていうと、これ n が2ですから、i が0から1までになります。だから、このシグマの中には2つ項があるということになります。で、i が0の時には c0、こっちが c1 になります。なんでかっていうと、n が2で、5かな。n が、i が0、i が0の時には、ここが0で、2マイナス0マイナス1だから、これ1ですね。だから、c0、c0 でいきます。で、i が1の時には、i は1で、後ろの方は2マイナス1マイナス1だから0になりますね。だから、c0 でいきます。だから、ポイントは何かっていうと、ここの添え字、i と n マイナス1っていうのは、これは、足すと n マイナス1なんですね。で、それが、片方が1つ増えると片方が1つ下がるって話になっているということです。で、そう思って C3 見てみると、これは、3つ効果になります。で、初めは、これ足すと n ですから、片方が0だったらもう片方になるんです。で、0が1に上がったらもう片方には1に来ると。で、1が2に上がったらもう片方の1は0に来ると。という形で、この3つの項が出ると。で、計算するとこうなります。計算すると、5になります。ですか？まあ、そういうような全化式であると思ってください。で、証明のアイデアとしては、先ほど言ったとおり、陸道が、この全化式、陸道の総数が、この全化式を満たすんだってことを今から確認していきます。証明していきます。じゃあ、陸道を用いた証明やってみますね。陸道っていうのは先ほど言った通り、00から NN まで、この対角線の上だけを通って、対角線の下を通らないような形の格子状のことです。で、そうすると、今この00からスタートするんですけども、00から格子状が、向かって切るのは上側か右側です。でも右に行ってしまうと、その瞬間にこの対角線の下に行ってしまうので、00から出発するとしたら、初めの一歩は必ず上に行くわけです。それはもう分かっています。いいですか？で、何をするのかっていうと、ちょっと前の全化式の中で見ると、これはですね、和なんですね。和で考えるってことは、これは倍分けをしているわけです。倍分けです。で、どういうふうに倍分けをするのかっていうことを、ここに書いてあって、00の他に、初めてこの対角線の直線上に、この陸道が来るときを考えます。で、そのような点、そのような点を i プラス1、i プラス1としましょうと。で、i は0から n マイナス1です。ですね。だから例えば、この陸道が、この陸道がですね、このスタートして、この NN に到着するまで、どこも、一度もこの対角線の上に来ないってこともあり得るわけです。で、その時には、この NN っていう点が、ここで言っている i プラス1、i プラス1になります。だからこの時に i は n マイナス1になるわけです。それがこの時ですね。n が、i が n マイナス1として選ばれる時です。になります。じゃあ、その i が0として選ばれる時はどういう時かっていうと、いきなり、上に初め上がるんだけども、その次にすぐに右に行くと、ここですね。1、1っていうのが、この i プラス1、i プラス1になります。この時に i が0になります。いいですか？で、一般的にはその i が0から n マイナス1の、どこかで、初めに、この対角線にぶつかるという時が来るわけです。で、それを i プラス1、i プラス1しましょうと。します。で、これを使って考える。これを使って倍分けをする。だから、これの時点で、i が0から n マイナス1の場合で倍分けをするというのが出てきます。で、それが、この和ですね。この和です。で、そのそれぞれが、この中の式で、数えられるということを確認していきます。何を言ってるかというと、陸道の中で、初めに対角線に、来る場所が i プラス1、i プラス1であるものの総数っていうのを今から考えていきましょうということになります。そうすると、そのような陸道はどうなっているのかということをじっと見てみると、
I プラス1、I プラス1っていうところに、これ必ず、このビッグ度は到達するんですけども、その前は必ず I、I プラス1っていう左隣の格子点を見ます。なぜかというと、この I プラス1、I プラス1という点に到達する、格子度によって到達するには、左側から来るか、下側から来るか、しかないわけです。しかし、下側から来ているとすると、そのような道っていうのは、この対角線の下をもう通ってしまっていることなので、これは陸道になりません。だからそれはありえないわけです。ありえないので、必ず i プラス1、i プラス1という対角線の上に来ている点の一歩前は必ずその左の点になります。i プラス1になります。そうすると、この陸道、この陸道自身はどういう形をしている、どういうような動きをしているのかというと、00から出発して、必ず初めの一歩は上に上がります。で、そこから i、i プラス1にたどり着きます。なんとかして。で、そこまで来たら、右に進むことによって、i プラス1、i プラス1に行きます。で、あとは i プラス1から、i プラス1、i プラス1から nn に向かって進んでいくという、こういう形になっているわけです。このようにして、i プラス1、i プラス1を通るような陸道というのは必ずそのように分解できます。ですか？で、特に今、考えているのは i プラス1、i プラス1は00から出発して、初めにこの対角線の上に来る点であるということは、条件としてついていると思ってください。今、この1、2、3、4に分けるところではその条件が使っていません。ここまでいいですか？ではですね、この陸道はどういうふうな作りになっているのかというと、今作りは言ったんだけども、00から01に向かう、行き方っていうのは一通りしかありません。で、じゃあ01からこの i、i プラス1に行く方法っていうのは何通りあるんでしょうかってことを後で数えます。で、そこまで行ったら i から、i、i プラス1から i プラス1、i プラス1に行く方法、これも一通りしかありません。では、i プラス1、i プラス1から nn に行く方法は何通りあるんでしょう。これを今からまず考えます。それをまずやっていきましょう。じゃあ、それを見ると、どういうふうになっているのかっていうと、今、i プラス1、i プラス1から nn に行くんだけども、その途中でも、この対角線の下を通ってはいけないわけです。全体として陸道だった。そうすると、この今、この i プラス1、i プラス1から nn に行く部分だけど、取り出してみてみると、これはどういうことになっているかっていうと、原点を、この今、i プラス1、i プラス1だと思っているところを00であると。取り直すと、平行移動させると、nn っていう部分はちょうど ni マイナス1、ni マイナス1になります。i プラス1だけ平行移動させます。だから i プラス1を引くと、ni マイナス1になります。ですね。で、これの陸道と、同じになるわけです。つまり何かというと、i プラス1、i プラス1から nn に向かって、この対角線の上をだけを通るような行き方というのは、00から ni マイナス1、ni マイナス1に至る陸道の総数と等しいですと言います。で、この後者の方はカタラン数で計算をどのようにするかと知っているわけです。つまりそれは cn マイナス i マイナス1と等しいということになります。ですか？で、これがこの後ろ側の行き方の総数になるわけです。でしょうか？じゃあ前の方はどうでしょう？前の方はどうなっているのかっていうと、今、01から i、i プラス1までたどり着こうと思っているんですけども、注意しなくちゃいけないことがあって、それは何かというと、この i プラス1、i プラス1というのは、00からスタートして、この対角線の上に来る初めの点であるということです。ということなので、今、01から i、i プラス1まで行く方法としては、たくさんあって、例えば、こんな感じで行くこともあり得るわけです。でも、この行き方は、これ何を言ってるかというと、この部分ですね。この部分で対角線に触ってしまっています。で、そうすると、この i プラス1、i プラス1というところで、00から nn に行くまでの中で初めて、この対角線のところに来ることになる点であるという条件に矛盾してしまいます。矛盾してしまいます。で、それはどういう時に矛盾が実際生じちゃうのかというと、もう少し書いてみると、例えばですね、ここに、今、この点に来てしまったということがあるとすると、それは何が起きているのかというと、それよりも左の点に来ていて、そこから右に動いているということが起きているんです。いいですか？で、そうすると、この対角線のところに来てしまう。
例えば、じゃあ、ここが今5、5って言ってるんだとすると、ここは今4、5って言ってるんですね。4、5という点に来てしまって、そこから右に動くと5、5に来てしまって、i プラス1、i プラス1よりも前に対角線に来てしまうということが起きてしまうわけです。で、それが起きないようにするのはどういうことになるかというと、つまり、このですね、0、1と i、i プラス1を結ぶ直線があるんですけども、その上に来たら、そこからもう右には行けないということなんですね。右に一歩行ってしまうと、対角線に来てしまってよろしくないということになります。で、それは何を言ってるのかというと、実は、このですね、黄色い部分をまた、平行移動させて、今平行移動の図が、平行移動させて、この0、1の部分が0、0であるというふうに見なすと、この i、i プラス1の部分が i、i になります。ですね。で、そうすると、この直線って言ってるのは、これは y イコール x という直線になります。で、この4、5から5、5に行ってしまう。っていうのはちょうど、この y イコール x よりも右側に行ってしまうことに対応するわけです。で、これを許しませんと言っていることは何かっていうと、ここに書いている0、1から i、i プラス1までに行く行き方というのは、この平行移動させたところでは、ちょうど陸道になって口があるわけです。ここの対角線に座ること、これは許されます。許されますけども、対角線よりも右に行ってはダメ。いいですか。で、そうすると、ここの黄色の部分の行き方というのは、0、0から ii に至る陸道の総数なので、これはカタラン数を使って ci と表せるということが分かっているんです。いいですか。だから、この前の部分に行き方って ci 等であるということになります。つまり、総合すると、全体として4つの部分に分かれた、初めの部分は1通り、2つ目の部分、この前のです。ここの部分。この部分は CI 通り。三つ目の部分、これ一通り。最後のところ CN-I-1 通り。ということになって、これ全部を掛け合わせると CI×CNI-1 になるわけです。で、それを π によって倍分けしているので、CN イコールこの式という全化式が得られるということになります。よろしいでしょうか。演習問題ではこの陸道じゃなくて、全離分離を使って、この全化式を導くというのがありますので、ぜひ試してみてください。はい。ではですね、あと残されたことは、この全化式を解くということです。これはですね、割と難しいです。割と難しいので、今から残りの時間はその説明になるんですけども、そこは、上級ということにしてます。なので、ついてこれる人だけ聞けばよいという形の内容です。だから、内容としては上級。演習問題としては発展問題というような形の内容になります。だから、今からやる話は、特殊であるというわけではないんだけども、ちょっと難しいというか、この講義の範囲を少し超えるようなところもあるので、完全に理解する必要はないと思ってください。でも、ちょっと面白みもあるので、一応紹介だけするという形でやっていこうと思います。はい。ではですね、今導いたカタラン数の全化式、これになります。で、これを解くために母関数を使おうと思います。で、この全化式は n が0のところから始まっているので、n が0の場合のことを便宜的に考えるかという必要はないと。必要はないということになります。ではですね、やっていこうと思います。じゃあ、その方法に従ってステップ踏んでいくんですけども、n が1乗の時にはこの式に成り立っていますので、両辺に x という乗法で物質を作ります。こうですね。で、ちょっと右辺を書き換えていこうと思います。まずですね、先ほど言った通りですね、ここの、数字、これ足したら、n-1 っていうふうに言ってたんで、その n-1 が出てくるように、ここの、べきの部分を合わせて、そうすると、もともと xn 乗だったので、1個 x が余って、その余った x 前に出しておくという形にします。で、この n-1 を i と n-1、n-i-1 に分配します。あ、分配するの後だった。すみません。分配するの後で。で、それが得られたので、
N が1以上のところで和を取ると、この式が得られます。すみません。まずこれを先に言いましたね。はい。で、母関数を CX と置きましょう。で、この CX は何なのかということを今から導いていくということになります。で、左辺は、今、この式だったんですけども、これバットライトですね。これは N が1から始まってますので、0から始めることにして C0 を引きましょうと。ちょっと同じになって、前の部分、これが母関数なので、これ CX。形になって C0 は1でした。から CX マイナスしていく形で、左辺が書けるということになります。で、右辺の方が、これがややこしくて、ここに書いてあるんですけども、ですね。今、右辺は、これもそのまま書いたものですね。で、X ここにあって、これ X 前に出してます。で、これは、N が1から始まってるんで、これを0からちょっと引き上げます。で、ここでは、その時に、N が0の場合を足すんじゃなくて、数字をずらすことによって、それを実現しています。で、N が1から始まることにしたら、N-1 は N になる。ここの N-I-1 は N-I になる。N-1 乗は N。こういう形になります。ここまでいいですか？はい。で、これをもっと変形していきましょうということを今からやっていきます。で、これ先ほどの式ですね。先ほどの式です。で、ここでやってるのは何かっていうと、ここの、和の順番を入れ替えてます。上では先に n があって、次に i があるんだけども、下では先に i があって、次に n があるという形にしています。で、これはどういうふうに入れ替えてるのかっていうと、じゃあそれをちょっと、説明したいと思うんですけども、上ではどういうふうな、和音の取り方をしているかっていうと、まあ、何かの和を取ってるんですけども、その和を取る範囲が n と i に決まってきます。だから今からですね、ちょっと、n、i っていう、この、公式点の集合を書いてみます。で、これ今0ですね。0、0。で、先に、じゃなくて、この和はですね、どうなってるかというと、n が0から無限大までついていくわけです。n が0、1、2、3、4、5、点点点点。これ無限大までついていくわけです。n が。で、各 n に対して、i の方ですね、この縦の方は、どこの範囲を取るかっていうと、i は0から n までの割合なわけです。だから、n が0の時には、i は0だけ。ここだけ。n が1の時には、i は0と1。0と1。n が2の時には、i が0、1。という感じで、その和を取る場所となるような公式点っていうのは、こういうふうに決まってるわけですね。こういうふうに得られます。こんな感じで、こう書くと書くんです。で、まあ、だから基本的には、ちょっとうまく書ける。なんか N イコール I っていう、まあ、こう直線があるんですけども、この下側、この下側にあるような公式点全体が、この和の中で現れる。N と I の組になるということになるわけです。ですか？で、それを、今、この上の方の和では、この先に N を決めて、i がどこまで動くんでしょうっていう形で書いてるわけです。これはこっちですね。酔ってます。この付き方が悪い。これが上の方の取り方です。じゃあ下の方はどういうふうに取ってるのかっていうと、先に i を決めましょうというふうに言ってるわけです。で、そうすると同じような公式点を取ろうと思ったら、こういうふうに取ってる必要があるわけです。そうすると i も0から無限大まで動くんですけども、そうですね。i は0から無限大まで動くんですけども、その時に n はどこを動くのかっていうと、i を一つ決めたら、その時には、その i に対応する、i イコール n のところから始まって、n は無限大まで続くっていう形になるわけです。で、それがここに書いてあるということですね。よろしいですか？で、このようにして、和の順序はちゃんと正しく入れ替えられたということになります。でしょうか。まあ、皆さんなんか積分順序の交換とかですね、これよりももっと難しいことしてるんで、まあ、こういうものは簡単だと思うんですけども、まあ、一応説明してます。はい。で、まあ、この式ですね。正しいということがわかるということになります。
で、それでですね、どうするかというと、今ですね、この n が i から無限でも、動いているんで、j を n-i と置き換えると。ってことをしています。で、そうすると、j、n は、i から始まっていたので、この j は0ということになります。で、この n-i は、この点によって j になって、n は、このとき、i プラス j なんですね。ということで、n が i プラス j に変わりました。で、これによって n は消えました。で、i と j だけの式になって、この和の取り方がですね、揃ったので、まあ、見やすくなったかなという気がしますね。で、なおかつ、この x の i プラス j っていうのは、このように分けられます。cixij 乗と cjxj 乗というふうに分けられます。で、そうすると、この20和というのは、2つの部分に、完璧に、独立に分けられて、cixi の和と cjxj の和に分けられます。で、そうすると、これ両方とも、これはですね、母関数なんです。だから、これは x の cx の2乗になります。で、非常に簡単な形になったということになるわけですね。これ嬉しいですね。非常に嬉しいですね。ここまでいいでしょうか。まあ、この変形は、まあ、そんなに難しくないというか、まあ、これはできてもいいかなというぐらいの変形です。つまり、これが右辺なので、先ほどの左辺とこれは等しいとなります。先ほどの左辺は cx の1ですね。で、今出たのは xcx の2乗と。で、これを cx に関して解くというのが次のステップなんだけども、これはですね、cx に関する二次式なんですよ。CX に関する二次式なので、その部分はちょっと気にしなくちゃいけなくて、だから普通にこれ解くと、CX として解が2つ、CX が2つ出てきます。こんな感じですね。2x 分の1プラスマイナス1マイナス 4x。で、2つ出てくるってことこれありえないんですね、本来。この1つの数列から、を1つの数列を無比奇数で、表して、その収束先は何ですかって言ってるから、その関数が2つ出てくるということはないわけですね。だからこれどちらかは正しくて、どちらかは間違っているわけです。これがどちらなのかということを判断していきましょうということをしましょう。で、そうするとですね、そもそも CX の定義は、さっき言った通り、n が0から現代までの CN の、こういう形でしたね。こういう形だったので、例えば、例えばですね、X を0に近づけていくってことをすると、これ何が起こるのかっていうと、これはですね、だからこれは今、なんかどうなるかっていうと、C0 プラス C1X プラス C2X、こんな形になってるわけですよね。こんな形になっているわけです。X を0に近づけていくと、この C1X とか C2X の状態ここら辺は、まあ、全部0に近づいていくわけです。そうすると全体としては C0 に近づいていくことになります。いいですか？ってことをちょっと念頭に置いて、次のところを見ていくんですけども、今これ、今言ったことこれですね。そうなので、今ですね、CX がこの、混合の前の符号、プラスの方だとすると、じゃあ実際にこれ、この CX の X を、0に近づいてつけてみましょう。で、そうすると、これはですね、0に近づけると、分母は0に近づいていって、分子は2に近づいていくので、これ0分の2に近づいていって、これつまりこの無限大に行っちゃうわけです。で、これ1じゃないので、なんかうまくいかないという感じになります。じゃ、一方ですね、CX が、この混合の前、符号、マイナスの方だったとすると、この極限実際に考えると、分母は0に近づいて、分母も0に近づくんですね。だから、この段階では、いわゆる不定形になっちゃうんです。で、まあ、困っちゃうなってことなんだけども、分子の有理化をすると、つまり、分母分子に1プラスルート1マイナス x をかけると、これになります。これになります。で、ここで、x に0、x を0に近づけるとどうなるかっていうと、なんかおかしい気がするね。なんでこれになるって書いてあるんだろう。
あ、いいんだ、いいんだ。ここを計算すると、ここが、4x になります。で、この 2x と 4x をキャンセルして、これ2になるわけですね。という形で、この式が出てきて、ここで x を0に近づけると、分子は2で分母は2に近づいていくので、全体として1になります。で、合っていると。だから CX としてふさわしいのは、この混合の前の、符号がマイナスの方であるということがわかるわけです。という形で、CX という母関数が何であるのかというのがわかるということになります。ですね。例えば母関数です。言いました。で、あとは、この母関数の級数展開を求めればいいわけです。で、これが割と大変です。だけど、まあ一応できる。できる。原理的にはできる。ので、まあやってあげると。で、まあ一応やってあげるんだけども、このですね、ルート1マイナス4x、まあこの部分は難しいんですね、割とね。で、とりあえず、で、あと、この、分母の x も嫌なんで、とりあえず、x、この左側に出しておきます。で、そうすると、今この x×cx っていうのは、これ実は別の数列の母関数になってます。なんでかというと、今 cx っていうのは、この cn という数列の母関数なので、x かけたものっていうのはこうなりますね。この x の、歴の部分が n と一緒になったんだけども、この n を一つずらしてあげると、こういう形になります。いいですか？で、これは、まあ、書き方を変えると、0プラス、n が1から、無限大 c の n マイナス1の x の乗。こんな形になってるんですね。で、こうだと思うと、これは、n が0の時の値が0で、他の時の値が cn マイナス1になるような数列の母関数が x の cx ですよっていうふうに言ってるのと、まあ、同じなわけですね。だから、xcx の級数展開がわかれば、そこからこの関係を使って、カタラン数の母関数に向かうという形になります。だから、この関数の級数展開を導きましょうということになります。で、まあ、その時に使える話があって、これはテイラー展開ですね。まあ、これももしかしたら微分積分で皆さんご存知かもしれない。で、何かというと、この、1プラス何とかのこのべきのところ。これは実は、整数じゃなくても、正の整数じゃなくても、実は2の実数で、このような形の展開ができますよってことが、まあ、テイラー展開の使い方が分かるということになりますね。はい。で、この時のこの α choose n っていうのは、α が、整数じゃないかもしれないし、整数であったとしても n 以上であるかも、かどうかも分かんない、まあ。そういうような場合の、にも使う書き方で、まあ、定義としてはここにあるようなものになります。それ何かというと、分母は n の階乗で、分子は α からスタートして、1ずつ引いたものをどんどんかけていって、そこを n-1 まで引いたものをかけるというのを分子の方では続けるということになります。で、まあ、これがこの α choose n の定義になる。で、そうすると、これを使うと先ほどあった、なんか 1-4x のルートっていうものも展開できるようになります。まあ、なんでかっていうと、まあ、1プラス z の α 乗と、まあ、これに比べると、これは1-4x の2分の1乗ですから、まず α を2分の1として、z を -4x とすれば、ここに書いてあるような式で、級数展開ができます。ということがわかるわけです。で、あとは、まあ、この2分の1 choose n とかはこれ何なのかってことを、じっかりと見ていけば、この級数展開が何者なのかってことはちゃんとわかると。ということになって、頑張っていくとカタラン数が得られます。で、あと5分ぐらいこれ頑張っていきたいと思います。今言ったのは何かっていうと、この2分の1マイナス、ルート1マイナス 4x の、このルート1マイナス 4x の部分がこう書けますよということですね。で、ちょっとこれを整理していきましょうと。で、n が今0から始まっているので、n が0のところと1以上の部分を分けています。n が0の部分のときには、この二項係数が1でした。で、定義ですね。ちょっと戻りますね。ここですね。1でしたから、それを分けてます。分けました。そうすると、まあ、1マイナス1が出てくるので、これ消えると。嬉しいですね、と思いますね。はい。で、あとは、マイナス2分の1、なんたらかんたら残る。
ということになります。で、まあ、べき級数としてラポートすると、まあ、X の N 乗で、だけの係数として、これが出てくるとですね。で、この係数は N が1以上のところでは、カタラン数 Cn-1 に等しいというふうに言ってましたので、つまり、N が1以上のところでは、Cn-1 は、これに等しいということが得られるということですね。だから、これでカタラン数の公式は、まあ、原理的にはこれ分かったということになります。あとは、この部分をもう少し見やすい形で書いていくということをやるということになります。わかりますか？そうすると、この2分の1中 n っていうのは、2分の1から始めて、1ずつ引いていって、n-1を引くまでかけていったものが分子。で、分母が L の階乗であるような数だったってことを思い出して、この式を変形していきます。で、変形したのを全部一気に書いてしまって、これなんですけども、これ一つずつ見ますね。まず、ここに書いてあるのがこれですね。これは、この2分の1中で N そのものです。これ定義そのものが書いてます。いいですか？定義そのものが書いてます。で、今、ここにはどれだけ、ここの、掛け算、で、表してるかっていうと、これは N 個表れてるんです。N 個と因数があります。で、そのそれぞれに対して、マイナス4を書きます。このマイナス4も今 N 個ありますから、それぞれにこのマイナス4をここの深く書ければいいんです。そうすると、例えば、2分の1にマイナス4を書けると、それマイナス2になるんですね。ですか？で、次、2分の1マイナス1にマイナス4を書けると、マイナス2プラス4になると。そんな感じです。で、最後、2分の1マイナス n プラス1にマイナス4かけると、マイナス2プラス 4n マイナス4になるという格好になっています。で、それによって、ここの式が得られるという形になっています。ここまでいいですか？ここまでちょっと消しますね。はい。で、ここまで来たら、次は何をしているのかっていうと、ここの式なんですけども、この式の中身を整理します。はじめはですね、2分の1と、あ、マイナス2分の1、マイナス2、これかけると1になりますか？それは、消します。で、次の部分、マイナス2プラス4、これ2です。マイナス2プラス8、これ6です。という形で、2、6、で、その次が、10って感じで、4ずつ増えていくものを掛け合わせているって形になっています。で、最後は、4になりますという形になっているということになります。4ずつ増えたものをかけていって、最後は4になります。だから、ここには n 引く1個ありますね。n 引く1個あります。あ、ちょっと書こうかな。ここにある因数の数は n 引く1個です。なんでかっていうと、この1個あったマイナス2はキャンセルして消えてしまったからですね。はい。で、そうするとこれ全部これ偶数なので、その偶数に必ず現れる2っていう、因数を n 引く1個分、取り出していきます。で、そうすると、ここにあった n-1 個のものは、1、3、点、点、点、2l-3 になります。いいですか？いいですか？で、ちょっと変形をしやすくするために、n-1 階乗分の n-1 階乗っていうのをかけて、イコールをつけます。まあ、いいですか？前の部分は上と同じです。という形で、ここまで来ました。で、次にやってるのは何かというと、この n-1 の階乗っていうのを、点々点を作って書いてるということですね。こういうふうに書いてます。で、ここには、この中には、またこれ n-1 個因数があるので、それぞれに対して、この2の n-1 乗の2をかけていきます。そうすると、2、4、点々点、2n-2 点が出るということになります。はい。で、そうすると、これはよく見ると、前の方に1、3っていうこの奇数の積があって、後ろの方に2、4、点、点、点って偶数の積があるので、それを互い違いに取っていくと、1、2、3、4っていうふうな形で何かの階乗が出てきます。で、何の階乗かっていうと、最終的に出てくるのは 2n-3 なので、これは全体として 2n-3 の階乗になるわけです。ほう。ですね。ですか？で、分母の方は、n の階乗、n-1 の階乗ですね。で、これ整理します。
N の階乗を N かける N マイナス1の階乗というふうにすると、この後ろの部分、よく見ると、これが 2N マイナス2チューズ N マイナス1になっているということになるわけです。いいですか？ということで、これが今、何だったかというと、CN マイナス1だったということが結論でした。いいでしょうか？ということで、言うと、N10 のときには、この式成り立つ。で、N をずらすと、CN は N プラス1分の1かける 2N 中で N という式が、このように、母関数を使って、求められるということになりました。まあ、難しかったかもしれませんけども、完全に理解する必要はないですが、まあ、このようなこともできるということになります。はい。では、今日のまとめをしますと、母関数を使って電化式を解くという話をしました。まあ、最後、カタラン数の話は難しかったので、完全に理解する必要はありませんけども、まあ、そういうものもあるんだというふうなぐらいの認識で構いません。で、今日扱ったのは、その母関数に関する初歩で、母関数に関する議論はとても膨大です。で、近年では、解析的組み合わせ論という分野に成長しています。で、そこでは、複素関数論や解析学の、知見をたくさん使って、この母関数を使った組み合わせ論とか、その数え上げっていうのを、行っていくということを頑張ってやっている。で、それによって、いろんな複雑な、対象も数え上げられるように現在ではなっています。まあ、興味がある方は、ぜひ勉強してみてください。はい。それでは、今日の授業はこれで終わりになります。ありがとうございました。